はい、こんにちは、レトスの小野です。6月12日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。試験4ヶ月前となると、2時間3時間ぶっ通しで思いっきり勉強、とにかく勉強という方も多いです。ただこの2時間3時間集中できていますでしょうか？研究結果調べてみたんですけれども、ちょっと信用性が高い結果っていうものが、見つからなかったんですね。なので何とも言えないんですけども、私自身の感覚で言うと30分から1時間ぐらいしか集中できないです。まあこれ人によって違うと思うので、集中が切れたらすぐに休憩を挟むといったことをやるのがいいんじゃないのかなと思います。私自身もそのようにやってました。集中できずに勉強したとしても、それ頭に入っていかないんですね。なのでその分時間がもったいないんですよ。だから休憩して、で、すっきり、頭がすっきりしたらまた勉強を開始するといった方法の方がいいと思います。で、その時も注意点があります。で、それは何かというと、休憩する際に必ず休憩時間を設定するっていうことです。これやらないと、もうずっと休憩し続けてダラ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 勉強に戻れないということになりますので、その点だけは注意しましょう。私自身はもうタイマー使ってました。タイマー使って20分って決めたら20分だけ、例えば仮眠取るとか、シャワー浴びるとかやって、その20分が過ぎたらもうタイマー鳴るようにしてるので、もうすぐに勉強開始するというふうにやってました。ぜひ参考にしてみてください。それでは本日の3問に入ります。相続による所有権移転登記を申請する場合には、申請情報と合わせて非相続人の所有権の登記の登記識別情報を提供しなければならない、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、こちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは×ですね。まず登記識別情報って知っていますでしょうか？登記義務者を確認するための、ま、紙なんですね。昔は権利証と呼ばれていました。で、この、まあ、登記義務者って、まあ、これ誰なのかっていう話になるんですけども、これもちょっと説明していると長くなりますので、ちょっと今回、省略させていただきます。個別指導の受講者さんでわからない方は、質問していただければ解説させていただきます。売買だった場合、売り主が登記識別情報の紙を持ってるんですね。で、それを登記所に提出します。で、売買のように、登記を売り主と買い主共同で行う場合っていうのは、この登記識別情報が必要なんですね。でも相続の場合っていうのは不要なんですよ。だから今回の問題、非相続人の所有権の登記の登記識別情報を提供しなければならない、まあこれ提出しなければならないということなんですけども、これは×だということですね。じゃあなぜ相続の場合は登記識別情報が不要なのか、これをちょっと考えてみましょう。なぜならですね、登記義務者である非相続人、まあこの方死亡した方ですよね。この方は死亡しているので、登記識別情報をどこに保存しているかわからないんですよね。だから相続の場合っていうのは登記識別情報が不要となっております。まあ、このように理解するとどんどん頭に入ってくると思います。また忘れにくくなるんですよね。まあ、今回は理由をね、解説させていただいたんですけども、市販の解説書だったりとか、あと過去問の解説とかですよね、にはここまで載っていないと思うんですよ。なので弊社レトスの短期講座の受講者さん以外の方っていうのはもうどんどん調べていきましょう。このメルマガだけでは量としては少ないんですね。1日3本しか勉強できないので全然少ないんですよ。またこのメルマガっていうのはあくまでも理解学習の第一歩なんですよね。で、重要な部分まではお伝えしていません。なので調べるのが面倒という方はぜひ短期講座ご利用ください。短期講座についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認いただけます。それでは問い2です。宅建業者 A が一段の宅地建物の分譲を行う場合、 A が契約行為等を行わない案内所に置かなければならない成年者である専任の取引士の数は1名以上でなければならない、丸か×かという問題です。答えはこれ×ですね。案内所で専任の取引士を置かなければならないのは、案内所で申し込みを受けたり契約したりする場合だけなんですね。で、今回は契約行為等を行わない案内所なので、専任の取引士、まあ取引士でも宅建士ですね、は必要ないんですよ。1名も置く必要ないんですね。だから1名以上置かなければならないというのは誤りだということです。
で、試験の作成者っていうのは、このあたりを狙ってくるんですね。なので、短期講座の受講者様については、案内所等の考え方、これ別途ですね、合わせて、お送りさせていただきます。受講者専用のメルマガで、お送りさせていただきますので、その点ご確認いただければと思います。案内所については本当得点源なので、引っ掛け問題であっても、何であっても、絶対得点しましょう。では、問3です。工業専用地域内で、巡査派出所を建築することができる、丸か×かという問題です。答えは、これ丸ですね。巡査派出所っていうのは、交番のことです。交番っていうのは、すべての用途地域内で建築可能です。なので、工業専用地域であったとしても、交番、建築することができます。なので、今回の問題は正しいということになります。で、この辺っていうのは関連ポイントも一緒に勉強できると非常に効率的なんで、短期集中実力アップ講座では、この関連ポイントについても合わせてお伝えしております。そして短期集中実力アップ講座の特徴は、こちらの動画参考にしてみてください。他の通信講座や予備校と何が違うのか、どうして短期間で実力を上げることができるのか、そこまで解説しております。今年あなたに絶対合格していただきたいと思っておりますので、一緒に勉強して、私と一緒に今年の合格を喜びましょう。あなたの受講をお待ちしております。レトスの小野でした。